8月14日金曜日のゲリラ豪雨情報をお伝えします。まずは本日いただいたリポートをご覧ください。今日も関東地方大気の状態が不安定となり、あちこちで雷雨が発生しました。東京豊島区からはこのような雷の報告も寄せられています。停電なども多く発生したという状況となっていました。では明日はどうなるのか見ていきたいと思います。雷雨の発生確率ご覧ください。明日にかけては特に東日本を中心に、関東地方では一部平野部も含めて急な雨や雷雨が心配される状況です。引き続き明日も天気の急変には気をつけてお過ごしください。それでは明日の降水の予想をご覧ください。明日の夕方以降の様子を見ていきますと、やはり関東地方日差しは届く時間があるんですが、やはり急変には油断ができない状況です。夕方から夜にかけて特に午後の時間帯となりますが、天気の変化には備えてお過ごしください。ここまで明日のゲリラ豪雨情報をお届けしました。